一問は、麻雀用語の一つ。手配から一万個、作詞、トンズのうち一種をなくした状態、あるいはそのような打法を言う。自牌を含んでいるか否かは関係ない。つもドラ表示牌上のパイ姿は一パイ切って、一向調になる、パイ姿であるが、一万個の両面を払うか作詞の両面を払うかで選択が生じる。この時、作詞を払っていけば手配は、ぜ、 一問の状態になる。で、一問は、役ではないので特に点数上のメリットがあるわけでは、ないが、捨て牌を偏らせて、一式種を偽装する戦略にもつながる。また、廃効率の上では、一式でほどではないがそれと同様のメリットと、デメリットを持つ。手牌から一色を立つことで、トイズ、ジュいずれにも、柔軟に対応できるようになり、相対的に多面張りを作りやすくなる。 一方、一色を立つとそれ以降はその色のもが全て無駄もとなってしまうため、早い段階で、ぜ一文にしてしまうと有効配が減り、手の進みが遅くなる可能性もある。また染めてと同様捨て配が偏りがちになるため、払った一色や、超配間際に捨てた片方の色で待たれて、直撃を取られるリスクも増大する。1983年に、 第8期再行為を獲得した青野茂は打敗選択の迷いをなくす打法として、ぜ一問打法を提唱している。中国麻雀や台湾麻雀では数両方がぜ一問の状態になっているとき、欠一問、決一問という名称の役になる。中国麻雀では一点役、台湾麻雀でも一大役である。日本では採用されることは滅多にないが、一部の ローカルルールで1、ぼし役として採用される場合もある。ありがとうございます。